お嬢さん、俺と二人で楽しい夜を過ごしませんか？何この人？ボーダーって、あのボーダーガロア？大会常連の？おう、俺がそのボーダーで間違いねえ。しかし、お前もすぐに避けねえな、ボーダー。さっきの和装美人といい、一体何人の女を抱え込んでるんだ？和装美人？何それ？説明して！でも、泣かせてたじゃねえか。坊主は超がつくほどのお人よしだからな。嬢ちゃん、こいつが人を裏切るような男じゃねえってのは嬢ちゃんも分かってるんだろう。当然だよ。世界で一番彼を知ってるのは僕なんだから。あっち行ったらありゃしねえ。のろけられちまったぜ。事情は後で聞かせてね。それで昨日の約束なんだけど。なんだ、デートの約束でもしてたのか？僕が無理を言って模擬戦をやろうってお願いしたの。ボーダーさん、このことは誰にも言わないでくださいね。なるほど、わかったぜ。誰にも言ったりしねえよ。手を抜いたりしたら怒るんだからね。本気で行くからね。自分にこそある。なかなかいい試合だったぜ、二人とも。俺がいなきゃ、闘神も狙えるんじゃないか？俺のことを忘れてたってか？若いってのは罪だな。そこから先は、ビルナスに勝った時まで取っておけ。それに今は
ジョーちゃんとチューしてる場合じゃねえんだろ。頑張って。よし、俺たちも行くぞ、オズ。